ラウール、パリのモデル事務所所属を報告スノーマン活動は継続、アイドルで面白い形を。スノーマンのラウール、21、が27日、自身のインスタグラムアカウントでインスタライブ配信を行い、パリのモデル事務所、バナナスモデルズ、に所属したことを報告した。この日が21歳の誕生日のラウールは冒頭、ケーキの話題を切り出すと、パリに不二家ないんですよ、などと、現在ファッションウィークのパリに約1ヶ月滞在中であることを報告、話さなきゃいけないことがあると切り出すと、ちょっと特殊なパターンというか、今は、スタートエンターテイメントのアイドルとして活動していて、パリのモデル事務所とも契約しているんですけど、その経緯というか、話しておこうと思ってと明かした。きっかけは、遡ること3年、2年半ぐらい前に、会社の人と仕事の話をしてて、何が目標だろうという雑談で、モデルの仕事が楽しくて、プロフェッショナルでいられるような感覚があってパリコレに出たいです、と言ったと回想。